AP カンパニーさんの重要なファクターとしてそのリピート率の高さというのがあるというふうに伺いました、うんうんうん、でそのリピート率の大元として社員さんにある程度の裁量、うん、定量化された裁量を持たせて、うん、お客さんにその2時間の滞在の間にその感動させていく、そのあたり その実際の話をですね、うん、ぜひ社長から聞かせていただきたいんですが、うんうんうん、社員がやはりこう奮い立つ動機っていうのは、うん、我々の取り組みに共感できてるかどうかっていうことが大事だと思うので、うんはい、例えば、はい今日もですね、朝、はい、新入社員、はい、3ヶ月目の社員向けのセミナーを僕やったんですけども、はい、でその研修で何を伝えているかというと基本的には目的の部分ですね、はい、目的一次産業は大変だよこんな、うん、で地域はこんな疲弊してる、うん、で僕らがこういう会社を拡大することによって、うん、で生産者の思いを伝えることによって生産者の潤う、うん、生産者の所得向上につながる、うん、地域の雇用活性化につながる、うん売上利益以外での福祉的効果とした社会性というものが会社の、うん、一番の核としてね、うん、あるんだよということを徹底的に落とし込む、でそれに共感して、はい、で共感した店舗スタッフっていうのはじゃあもっともっとこのそういう現状を伝えていかなきゃいけない、うん、ということでそれを一生懸命伝えようとする社員がお客さんでそのお客様がそこに共感をして、はい、どうせお金を払うなら、うん、一次産業のことを考えている塚田農場で払うかと、うんしかも一次産業と精通してるから美味しいしてと、うん、でしかもなんか、ね、店舗のスタッフが一生懸命生産者の思いを背負って提供してますから、はいはい、自然と一生懸命になるわけですね、うんはい、で共感するお客様がリピーターとしてつながっていくと、はい、会社の1000億をやるという夢の実現のために頑張れって言ってもなかなか、うん、あそこまで頑張れないわけです、はい、全てだから取り組みにどう賛同、うん、共感してもらえるかということじゃないですかね、うん、なるほど、うん宮崎の研修に店舗のスタッフを連れていくようになった、はい、なってから、はい、店舗スタッフがね、はい、こう変わってきたなというふうに思うんですね、ただ単に農場を体験するだけじゃなくて、うんそれとあと命のありがたみっていうのを感じるようになってたんですね、うん、処理場に必ず行くんですね、はい、で処理場で屠殺シーンを見るわけですね、こういった命の犠牲によって私たちは成り立っているというところにつながっておくわけですね、はい、そうすると私たちの役目は何かというと、はい、美味しい状態で残さず食べること、食べてもらうことですね、というふうにつながっていくわけですよね、はいはい、そういわゆる本質的なただ単に肉の塊を売っているんではなくて、うんこういう命の犠牲も私たちはこう感じながら、うん、それを伝えていかなきゃいけないっていうところに、いわゆるただ単のこうサービス業をやってるだけとは違う、うん、そのまあ魂みたいなものをこう芽生えていくわけですね、なるほどあと例えばこれはあの魚業態のアルバイトスタッフさんがですねこう見えるこの社内 SNS で毎日漁師がこうやって書き込みをするわけですね、で今日こんな魚が取れたよとか、で写真付きで漁師さんが書いてるんですか、送るわけですね、送ってくれる、はい、今日これ今日まさに今朝です、朝でアルバイトさんが学校終わったらアルバイトに行く途中に電車の中でまあこれを見るわけです、見る、はいはい、で店に着いたらこのタコがいるわけです、届いてる、はあ、でもうまさにでアルバイトさんはもう今の時点の既読表131人ですね、131人既読している、で、はい、この子たちがもう毎日これを体感してるんで、はい、どんどん漁師と近いなるほど、ね、なるほど、フェイスブックで人の近況を見てるのと似た感覚ですね、はいはいはい、でそれはまさにリアルなんで、はい、でこれをこう伝えていくんで、ただ単にうちの料理長の自慢の作品とかじゃなくて、漁師の思いを背負った提案をしていく、なるほど、マニュアル化してこういう提供投稿をしろというよりも、はい、アルバイトさんが考えて、はい、なおかつ共感できますよね、確かに共感できるから、マニュアルでやらされたトークよりもリアルに伝わるわけですね、なるほど、自分が共感している思いを伝えると、うん、現場でお客様にいかにこういったようなところで共感するような、はい、こう仕組み化をしていくかっていうこと、でもこれは一次産業とつながってるから、はい、たくさんこういうことができるわけであって、なるほど、なるほど、僕らが問屋から仕入れて売るだけをやっていたら、はい、できないですね、なるほど、これ農家の方々あるいは漁師の方々にこういうことを毎日写真付きでアップするための指導だったり、その理由動機づけっていうのは結構大変そうに見えるんですけど、どうなんですか、ちゃんとこれがフィードバックをしてあげたら農家さんたち、はい、漁師さんたちが喜んでやりますよね、確かに農家漁師さんは、はい、自分たちが取ったものが自分たちで作ったものが、うん、誰にどう喜ばれてるんだろうっていうことを、はい、なかなか知らないわけですね、知らない、うん、市場に流れてしまった、見えないから、はい、それがリアルに今日アルバイトさんが、はい、今日こんな風にお客様に喜んでもらいましたってフィードバックがある、なるほど、したらさらに彼らは生産
社たちも、はい、みんなもっと生産性が上がりますよね。確かに。あ、じゃあもっと頑張って、もっと喜んでもらうものを送ろう。でこのやっぱりこのコミュニケーションが、はい、あのこの一方通行でフィードバックがなくなれば、うんうん、これは生産者の業種も嫌になります。面白くないけど、うん、でもきちんとしたフィードバックがどん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 アルバイトさんからあるので、はい、いい食材を取ろうと、はい、いい情報を発信しようというふうになっていくわけですね、うん、はい、お互いに相乗効果で、はいはい、なるほど。社員さんが一人一人その独自の裁量を持ってお客様にその無料のサービスをやることをその許しているというその辺の裁量について教えていただいていいですか。もうそもそもは、飲食店で、お釣りをもらうときに、お釣りと同時に500円割引券を渡したりするじゃないですか、はいはい、でなんかもらってる方もいまいちありがたみない、ありがたみない、はい、だったらもっとありがたみがね、はい、あるような形で伝えられないかなということで、はい、500円割引っていうのはやめてね、やめて、で、まあ、それに相当する金額の、うん、原価を、はい、その2時間2時間半の滞在時間の間に、はい、こうお客様に無料提供、うん、でどうせ500円割引 を、うん、をただ同然であげるんだったら、はい、500円分のサービスをね、はい、2時間2時間半の滞在時間の間に与えたら、はい、よりそっちの方が印象に残って、確かに印象に残るってことは、うん、イコールまた次の来店同期につながっていくわけですね、うんうん、確かに、確かに、なのでそこで、まあ、その金額に合わせた形での無料提供を、はい、こうできる権限をですね、うん、こうアルバイトさんに、はい、含めて以上してるということですね。なるほど。自分たちがそのどうせ500円チケットを渡すんだったら、うん、これはもうよりもっとお客様の役に立ってありがとうって言われるような形にしていこうという思いが根底にあるわけですね、はいはい、そうですね。なるほど、はい。